どうもお疲れ様です。何かと国会ではね、裏金議員の話題が毎日のように紛糾しております。で、ここまで出揃った証拠と、それから証言があるのに、自民党の議員は誰一人それを認めずに、誰が指示したのかわからないみたいなね、まあ、とんちんかなこと言ってますよね。で、しまいにはですね、お亡くなりになった細田、なんとかさんですか。ちょっと名前わかんないですけどね。それから安倍元総理ですか。この方の指示だったってことにしようと思ったんですけど、まんまとそれも失敗してですね、もう取り付く島がないような状況に陥っております。まあでも、自民党といえば政権与党が長いですから、官僚やそれから警察機構、検察の方に指示をしてですね、自民党の国会議員を捕まえるなという指示も出せますしね、裁判所にもそのような指示ができるというところなんで、まさに権力は私物化されているということでございます。しかしね、全く希望がないわけではありません。というのがね、この自民党スキームを使うと我々でも課税逃れをすることができるってことがはっきりしたわけなんですよ。具体的に言うと政治団体を作りますね。まずはね。政治団体を届け出で作ることが誰でもできます。で、適当なね、インターネット等とかって作って政治団体を作るわけですよ。で、そこで政治活動をまあ多少すると。まあそして全ての所得っていうのはその政治活動のために使ってるんだというね。まあそういうふうなことをすることによって全て民主主義発展のための活動として、ね、非課税になるわけですよね。で、残った財産っていうのは、その政治団体のところにプールしておいて、その政治団体の代表を自分の家族とかに書き換えることによって、相続税抜きでですね、ずっと2世3世とその資産を受け継ぐことができるということになっております。まあなんせね、安倍総理が亡くなったその日に、安倍昭恵夫人は名義を書き換えて、自分がその安倍総理のね、資産、政治資金をすべて非課税で相続しているということもありますんでね。まあすごくね、ゾッとするものがありますよね。安倍総理が亡くなった日にお金のことをもうやってしまったというのはね、まあなんとも気味の悪い話だなと思います。まあしかしね、自民党が悪事を働けば働くほど、それは私たちにも使えることだっていうのがね、なんかすごく明るみに出たということで、これで本当にいいんだろうかと思っちゃいますけどね。はい、じゃあ今回以上でございます。